ピエール・モントゥーは、フランスの指揮者。1875年、靴のセールスマンのギュスターブ・エリ・モントゥーとクレマウス、レベッカの息子、6人兄弟の三男として、パリに生まれる。モントゥー家は、南フランスに定住したセファルディムの出で、祖先には少なくとも1名のラビがいたが、モントゥーの両親は、宗教的ではなかった。ピエールの兄弟には、俳優のアンリ・モントゥー、 軽音楽の指揮者のポール・モントゥ・ブリーザックがいる。父は音楽に興味がなかったが、母はマルセイユのコンセルバ・トワールの卒業生でピアノの教師をしていた。パリ音楽院でバイオリンを学び、在学中から指揮活動をしていたという。パリ音楽院卒業後はパリオペライコールコミック座やコロンヌ管弦楽団の学院だったが、1906年にコロンヌ管を指揮して、 デビューを飾る。1911年からは、ディアギレフのロシアバレエ団で指揮を担当、ストラビンスキーの、春の祭典、ペトルーシュカ、ラベルの、ダフニスとクロエ、ドビュッシーの、遊戯など、20世紀の名作バレエ音楽の初演を多く振った。ロシアバレエ団の指揮者就任と同じ年、自らコンセールベルリオーズを設立している。第一次世界大戦中は、 モントゥーも平気に復し、除隊後の1916年、アメリカに渡り、翌年からは、メトロポリタン歌劇場の指揮者に就任、主として、フランス系のレパートリーを多く指揮したが、リムスキー・コルサコフの、近畿のアメリカ書演も振っている。戦後は、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団、ボストン公共楽団の指揮者を歴任、その後、1929年には、 パリ交響楽団の創立時の常任指揮者を務め、パリ教常任時代には、プロコフィエフの第三交響曲の世界初演を手掛けている。1935年からは、サンフランシスコ交響楽団の常任となり、同楽団の黄金時代を築いた。1953年に、同交響楽団の常任を退任、フリーとなり、客演活動が中心となる。 1953年12月2日に、ベ r アー CA ビクターでのボストン公共楽団のピックアップメンバーとの録音において、同時に実験として行われたステレオ録音があり、その一部であるドリーブ作曲のバレエ音楽、コッペリアの大一幕、前奏曲とマズルカは、1996年に同社が行った現存する最古のステレオ録音として、コメニテ、 CD 化され公開された。1961年には、ロンドン公共楽団の主席指揮者となり、死去するまでその地位にあった。1963年に、ロンドン公共楽団を率いて来日。その際、第6回大阪国際フェスティバルにて公演を行い、同コンサートの4月13日公演分は、NHK テレビとラジオの双方で放送され、しかもラジオでは、 当時 FM ステレオ放送実用化前のモノラル音声の AM2 派によるステレオ放送番組立体音楽堂でも放送された。フルート奏者、指揮者のクロード・モントゥーは二度目の結婚時に設けた息子で共演もしている。古典から近代音楽まで幅広いレパートリーを誇り、力強く豊かな音楽で世界中のファンに愛された。レコーディングも数多く残されている。 また、モントゥは、フランス人でありながら、ブラームスを、最も敬愛しており、ブラームス晩年の頃に、本人の前で演奏をしたことを修正誇りにし、また、常々自分がブラームスに対して、失礼な演奏をしているのではないかと、心配していたという。ブラームスの作品の中では、ドイツレクイエムの音楽を取り分け愛し、死の床でも、 最後までそのスコアを離さず胸に抱えていたという。ロンドン公共楽団との公共曲、第2番などの録音を残しているほか、ベートーベンなど、他のドイツ音楽にも多くの演奏を残している。フランスにおいて、ドイツ音楽を得意とした指揮者は、ベルギー人のアンドレ・クリュイ・タンス、ドイツ系アルザス人のシャルル・ミュンシュラ外国系が多く、ユダヤ系とはいえほぼ喫水のパリジャンである。 モントゥーは異例に属する。この世代の指揮者としては珍しいことだが、モントゥーは更新の指導にも積極的で、1943年からアメリカのメイン州ハンコックで指揮講座を開講している。そこで彼の指導を仰いだとされる指揮者の名を挙げると、ネビル・マリナー、アンドレプ・レビン、デービッド・ジンマンなどが知られている。ありがとうございます。